肝付金重は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将。肝付氏八代当主、六代当主、肝付兼夫人の次男として誕生。当初は、肝付氏所流、小木原氏の家督を継いで、日向三又の領主であったが、兄で七代当主、兼直が、訴訟事件で鎌倉に詰めており、その着手金高は幼少であったため、兄兼直の番台として、 領地経営を行い、やがて本家の家督も相続した。この頃、鎌倉幕府は末期的症状を呈し五代醐天皇の倒幕運動が繰り返されていた。現行三年、鎌倉幕府が滅亡し、兼務の申請が始まったが、足利高氏の無法によって申請は崩壊、以後、南北朝の騒乱となった。この情勢にあたって、肝付金茂は、剣務二年末から、 日向高城によって、南朝方となり、各地を転戦し、延盛森忠や伊集院忠国らと共に、九州における南朝勢力の拡大に貢献した。八代の伊藤幸弘、日頃菊池武俊、阿蘇寺らと交往して、国富将に入り、大いに脅しを振るった。一方、島津市ははじめ南朝方にあったが、後に、足利高氏に味方したため、 肝月氏と島津氏は対立関係となった。肝月金重家が築城したと伝わる合算日和城跡に立つ高城歴史資料館、高氏は、園元元年、畠山直明を、日向、大熊方面に派遣して、肝月氏に対抗させ、それに、文後の佐恵氏、大熊のねじめ氏、日向、土持氏らにも協力を求め、さらに、島津貞久を帰国させて、 木もつきに当たらせた。島津氏は、拳銃方の姫木城、三つま院山の口の大地城を攻め、ついで、木もつき金高の夜風田城を攻撃して、これを落とした。畠山直明は、兼重の守る高城に迫ったが、兼重はよく防戦し直明勢を撃退した。この頃より、南朝方優勢に事態は動いたが、 延元4年に経って、高木は、直脇勢によって落とされ、金重は大鉱山の本城に入った。その結果、日向における肝付氏の勢力は振るわなくなった。その後、金重は体制を挽回するため、鹿児島攻略を策した。必ず、大熊地方を転戦したが戦況を覆すことは、できなかった。昌平4年、上は5年、北朝側の、 石井中塚さ進む茂信を攻めたが、間もなく病死した。加藤は子、秋県が継いだ。金重の死は、南九州の南朝方にとって、少なからぬ損害となったが、やがて、高氏と忠義の兄弟対立によって事態は、急展開を見せた。島津氏、畠山氏らが、黙間苦しい巨州の変展を繰り返し、肝付氏においては、金重の後を継いだ秋県が、ガモ氏らと共に、 畠山氏に属するということもあった。南北町の騒乱は、次第に来た朝方の優勢となり、秋県の古賢氏は、畠山氏と結んで自家の安泰を図り、さらに、新色種久と結んで、島津氏ともよしみを通じるようになった。そして、賢氏の後を継いだ金本は、島津氏の帰下に属し、王永17年には、島津元久に従って、上落、将軍、 足利義持に越見している。合算日和り城跡に立つ肝付金茂構成中飛、明治45年14位を追増された。昭和10年10月18日、高城町民の協力と奉仕により、巨城であった合算日和り城市に肝付金茂構成中飛が混流された。同年11月に行われた陸軍大演習の直前のことであった。田尻左辺。 増衣所見伝造保番上特使増衣年表 P30 ありがとうございます。